どうも皆さん、写真ライフ楽しんでますか？今日はですね、実はベレッツァ撮影会の方に参加させていただいております。はい、で今回ですね、ちょっとコラボという形でやらせていただいてます。でちょっとめちゃくちゃ緊張します。この美女の前にこんなね、5人もいる。本当にめちゃくちゃ緊張してるんで、ちょっと噛んだりとかするかもしれませんけど、すいません。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですね、まあ、自己紹介、お名前を奥の方からいただいてもいいですか？はい、伊沢ゆりかです。フリーで役者してます。よろしくお願いします。丸山静香です。シンガーを、これから活動して、役者などコスプレイヤーなどいろんな活動をさせていただいております。よろしくお願いします。はい、赤いリンゴです。一応じゃねえわな、ずっとコスプレイヤーな。役で九州をメインに、コスプレイヤーとして活動しています。でたまにこう被写体としても活動しています。よろしくお願いします。はい、中藤鈴香です。身長は小さいけど、声と態度だけできた。声と態度だけ大きいです。よろしくお願いします。はい、小畑佳子です。福岡を中心に役者として活動してます。よろしくお願いします。ちょっとオープニングショット、合コンみたいな感じで始めました。合コンの自己紹介みたいな感じでしたけどね。はい、じゃ早速ですね、ちょっと質問の方いろいろやっていきたいと思います。はい、まあ、皆さん今被写体のモデルをやられてるんですけども、うん、そのモデルを始めたきっかけとかって何かありますか？例えばモデルを自分が、今からちょっと目指してやりたいっていう方の、まあ、そういったアドバイスになればいいかなっていうふうに思ってるんですけども、どうですか？私は役者をもともとしてたので、その関係で撮影会も一緒にしませんかっていうお誘いを受けてモデルを始めました。撮影会をやってる人から誘われたんですか？はい、そうです。運営の人ありますか？自分はもともとアイドル活動をしていた時があって、その時に撮影会があったんですよ。それが最初で、その後アイドル活動を卒業した後に、このベレッツァ撮影会の主催者さんの方にお声掛けをいただいたのがきっかけです。うん、声をかけていただいて参加するっていうのが多いみたいですね。そうですね、私ももともとコスプレイヤーとして、まあ、キャラクター、結局キャラクターになりきるっていう形で、うん、まあ、ずっとこうカメラに撮り慣れてる環境ではあったんですけど、まあ、こう素の何もウィッグとかかぶってない状態での撮影ってなると、やっぱこうカメラマンさんから、じゃあこう素の姿とかよかったら撮りたいって言われることがあったから、それでこうじゃあそっちもやってみようかなっていう感じでやり始めたっていう感じです。あ、カメラマンさんの方から誘われたってことですか？あ、そうです。なんか怖くないですか、その初対面のカメラマンさんとかですよね？うん、そうですね、初対面のカメラマンさんもいますし、もうずっとこう撮り慣れてる方からも、よかったらそういうのもやってみらんみたいな感じで言われたのが最初ですかね。あ、それじゃあちょっとやりやすいですね。そうですね。どうですか？私は今フリーで活動してるんですけど、もともと事務所に入ってて、それがモデル事務所だったんですよね。でそのモデル事務所に撮影会の依頼がちょこちょこ来てて、やってみませんかって誘われたのがきっかけです。事務所の方から誘われて。そうですね、でこのベレッツァ撮影会さんにはお声かけいただいて、私も役者をしてるので舞台に出ることが結構メインだったんですけど、そこでここの主催者の方が舞台を見に来てくださってて、でその時に声をかけていただいたのが多分最初だった気がします。そこから撮影会に興味を持って、その被写体としての活動もなんか、あ、楽しいなみたいな感じでやるようになったって感じですかね。なるほどね。最初でも声かけられたらちょっと不安になりません？あ、なりますね。やっぱ初めてのカメラマンさんとかって、やっぱ不安になりますけど、やっぱなんか撮影会に呼んでいただけるっていう感じだったから、はい、なんか個人撮影とかだったらちょっと
どうなってたかなって感じですけど、撮影会に呼んでいただいたので、うん、なんかそこはモデルさんも何人かいるし、カメラマンさんもたくさんいるんで、うん、なんかそこは、うん、なんだろう、安心っていうか、なんていうんですかね、撮りやすかったっていうか、行きやすかったは行きやすかったですね。最初に例えば僕なんかが知らない人に、うん、撮影会するから例えばモデルやってくださいって言われてもちょっと不安だと思うんですよね、うん、知らない人から声かけられて、うん、そこがどういう事務所っていうか、まあ、そういう撮影会かどうか分かんないと思うんですよ。なんか調べたりとかしましたね、インターネットとか。カメラマンさんだったらメディア欄どんな写真撮られてるのかなっていうのは見ますね。人を人物を撮ってる写真とかあれば、あ、この人こんな写真撮ってるんだってなるけど、もう結構全く載せてない人とかもいらっしゃるので、そういう人からお声掛けをされると、え、どんな写真撮るのってこう不安な気持ちになりますね。結構写真ってその人の人格が出るので、うん、結構判別というか判断しやすいところがあると思うんですよね。なので、まあ例えばモデルさんを探している方とか、うん、カメラマンさんの方とかはやっぱり SNS でちょっと写真を載せて、まあ、そこで紹介できるものがあったりとかしたら、やっぱり、まあ、お声かけてもらうと答えやすいっていうところですよね、うんうん、まあ、なるほどですね、うん、っていう感じですね。皆さんよかったらあのモデルさん探している方、うん、あのそういった探し方、ちょっと自分で SNS に写真載せたりとかして、うん、まあ、そういう写真撮ってるのでよかったらモデルやってくれませんかとかですね、まあ、声かけてもらうとOK してもらいやすいかなというところになってます、うん、はい、ぜひ試してみてください、はいはい、続いてですね、あの趣味とか特技とかってありますか。趣味、特技、今韓国語習ってます。母が韓流ドラマにめっちゃドハマりして、はい、韓国語のドラマとか映画を字幕なしで見たいって言って、習いに行こうかなっていうのに便乗しました。すごい。今パッチもやってます。パッチも。ヨハナ。ヨハナ。下の歌ね。はい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 。わかりますわかります。全然。お教室に行き出してまで4回目とかなんで、全然何も喋れないんですけど。簡単に一言二言なんか。無茶ぶりだ。アニハセヨとかでもいいですよ。いや、ちょっと待ってください。ちょっとめっちゃ嘘言いますよ。嘘、うん、嘘。韓国でも、うん。ちょっと待って。あ、オッケー、オッケー、はい、ちょぬん白線へよ。ほい、私は学生です。あ、そうだ、学生じゃないの。34だけど、言いました。僕も言えますよ、韓国語。あ、言えた。あの、サンドイッチって韓国語でなんて言うか知ってます？え、知らないです。パンにハム挟むんだ。日本ではないかい。ちょっとしっかり。ちょっとね、緊張してね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。発音がちょっと泣いちゃって。もうちょっと寄せることができたっ。ちょっと死んでしまった。日本語か。いつももうちょっと発音良かった。ちょっと緊張して。緊張して。どうした？特技。趣味は、コスプレがやっぱり趣味ですかね、うんうん、特技は中国憲法が特技です、ね。へそう、ジャッキーみたいな感じ。あ、そうです、ジャッキーチェーン。すごい、やってもらえる。何憲ができるの？白蓮憲っていうちょっとマイナーな憲法なんですけど。へぇー、親子すごい。棒みたいなの振ります人ですか？あ、それはまだ違う。ジャッキーチェーン。なんか、ヌンチャク。少林寺か。あ、棒みたいなヌンチャクだった。でもあれですよね、コスプレイヤーだからチャイナ服みたいなの着て、そういうなんかアクションをとってもかっこいいかもしれないですね。やっぱりアクション系のやつだったらやっぱり立ち回りとかができるので、すごい。でなんかいい見栄えが取れるっては言われた。残念、今日取れない。惜しい。取れなかったですね。スタートだからダメですね。また次回あのチャンスがあれば。あ、そうですね。よろしくお願いします。趣味、コスプレ自体は本当に
当になんかこう自分が好きでやってるから一応趣味には多分入るんだと思うんですけど、まあ、コスプレで言えば私ずっとあの高校生ぐらいからコスプレ、はい、高校1年生も中3ぐらいから多分コスプレをやってて、ね、いとこの影響で、はい、もう、 こう歴代オタクオタクオタクのこう流れで来てて、でちっちゃい頃にこう一緒にこうゲームセンターについて回ったりとか、アニメこう書いてるのを横で見たりとか、なんかそういうのを見てたから、その影響でずっとコスプレを、一番最初のコスプレって何ですか？初音ミクが一番最初でした。どうしてもなんか世代がそのボカロがちょうど流行り始めた時っていうのがあったので、初音ミクを、初音ミクがもう最初ってもう若いですね。若いか、やばいやばいやばい、僕くらいとかだとセーラームーンとかだと思う。ああ、多分ね。でも本当そういうその初音ミクをのコスプレを始めるので初音ミクをやったんですけど、まあ、ちっちゃい頃は本当にあのお邪魔女ドレミちゃん、がちょうどこう世代だったので、あのちっちゃい頃の写真とかこう見るとドレミちゃんのなんか服、制服みたいな感じの着てる写真とかは残ってますね。だからその頃からそういう素質があったのかなみたいなコスプレをやるっていう。なるほどですね、コスプレね、やったことないですけどね。コスプレの写真撮ってる人とかもめっちゃいますよね。いや、もうそればっかり、そう、撮られてる方もいらっしゃるので、そうなんですね。ワンピースのコスプレとか似合いそうじゃないですか。何が似合います？へー、ワンピースでコスプレ出てこない。ちょっとすいません、なんか似合いそうだな、なんか言うだろうみたいな、あんだけキャラクター帽子に影響された、めっちゃ適当に帽子持ってたら似合いそうじゃないかな。ウソップだから、ウソップなんでなんでどうですか？あ、私、そうですね、最近麻雀を始めました。おー、麻雀を始めたんですよ。だからまだ全然そのあんま分かってはないんですけど、あのアプリでするぐらいはできます。大体ボロ負けするけど、たまにめっちゃ大勝ちするんですよ。その時の快感が素晴らしいですね。なんか体に吸い込まれる快感。あれいろいろ覚えなきゃいけないでしょ。あれもうなんかもうポンとかチーとかツモとかですけど、もうあ、分かんないっすって言ってアプリに任せますけど、なんとなく、まあ、あと散歩が昔から好きです。あ、散歩ね、散歩いいですよね。散歩も私夜中にするのが特に好きで、危なくないですか？危ないんですかね。真っ暗の時10時以降とか。あ、そうです、もうあの深夜1時に、前とかも最近はしてないんですけど、深夜1時にバイトが終わって、そこから朝6時7時ぐらいまでずっと歩き続けて、歩き続けて、ちょっと計算がおかしくて、1時で終わって6時5時間散歩じゃなくてウォーキングですよね、そこまで来ると。いや、散歩です。なんか目的もなく、目的ないですね。なんか目的持っちゃったら、あの逆にもなんかしんどくなっちゃうんで、なんか何も考えずにただ歩き続ける、どこまで歩けるのか逆に知りたい、どこまでも歩きますよ、すごい。5時間天神から春日ぐらいなら普通に歩きます、どんくらい歩くの？めっちゃ遠いじゃないですか。そんな遠くないですね。めっちゃ遠いですよ。何も考えるの、その3時間も。何も考えてないです。あ、もう無心で、はい、もうただちょっとぼーっという感じの、もうちょっとなんかそんな感じ。なんだろう、あの人の足綺麗だな。まあ、あのおじさんですよ。あの人の服可愛いなとか、通りすがりの人を見ながらね、はい、なんか観察しながらってこと。そうです、すごいあの車に乗ってる人イケイケだなって。だいたい人見てますね。でも、あ、人見でも人間観察面白いですよね。そうなんですよ、人間結構見るの好き。散歩しながら人間観察するの好きですね。はい、あ、もうぜひ6時間ぐらい歩きながら見たら結構充実した人間観察ができる。長い長いな。それはまあなかなかの特技ですね。そうですね、どうですか？でもこの後話すのはすごいプレッシャー。大した話じゃない、大した話じゃない、もう落ちみたいな感じ、落ちみたいな。いやいやいや、できれば順番変わってほしい。いや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 、でも本当
なんか特技っていうか、ちっちゃい時からピアノを習ってたので、年長さんから高校2年生ぐらいまでずっとピアノ習ってたんで、一応趣味のところにピアノって書くようにはしてます。今でも結構弾けます？いやもう、どうですかね、微妙なんですね。12年やった割にみたいな。もうちっちゃい時からやらせてもらって、そうですね、ずっとピアノだけをずっとしたくて、ずっとやってました。ピアノはね、いいんですよ、ちっちゃい頃からやると脳の発達に、東大に行ってる人のほとんどが子供の頃にピアノやってる、そうなんですよ。で、一番が、バイオリンなんですよ、脳の一番が、ちっちゃい時に、二番目がピアノだったんで、金額考えるとピアノ方が安いので、ピアノの方が全然いいと思う。めっちゃ頭いいと思います。ちょっとどうしようどうしよう。セリフめっちゃ入るんじゃないですか、舞台の時。でも遅くはないと思う。特別早いとかでもないですけど。でもセリフを覚えるぐらいですからね。まあでも、ねぶりさんね、やってるね。でもやっぱすごいとは言われますね。友達とかにはどうやってセリフを覚えてるのとか、やっぱ言われますね。こういう環境にいるからそれが普通になってるけど、やっぱ周りから見たらすごいって思われることなのかなって感じ。僕これ YouTube やるときに一番最初にその喋れなかったんで、台本を作ってそれで喋るようにしたんですけど、全く台本を覚えられないんですよ。だからもうやめることにして、もう自由気ままに喋るようにして、でそっちだと結構スラスラ喋れるようになってきた。台本は全く覚えられないですね。だすごいと思う、台本を覚えるのって。はい、足がしびれたんです。僕もです。みんな。みんな、みんな正座してたんですかね。ちょっと足出てて、私正座してなかった。じゃあ次の質問が、撮影中何を考えているっていう質問なんですけども、なんか考えてることってあります？撮影中。撮影中って次どうポーズしようかなとか。その撮影の中でのやっぱり次どうしようかなとか、どういうポージングとかどういう対応しようとか、そういった感じですかね、やっぱり。そうですね、光がこっちから差してるからこっち側を見た方がいいかなとか。すごい、素晴らしい。みんなそういうこと考えます？何も考えたことない。なんか光加減とかは考えますね。素晴らしい。でもなんかそれ以外はもうなんかぼーっとしてる。なんか雨降ってんな。今日の晩ご飯何しようかな。なんか今日すごい天気いいな。できる。もう合間合間には考える。あ、でもどうやったら楽しんでもらえるのかなって私は。それ考えますね。結構ポージングと同じぐらい話す。なんかどういうコミュニケーション取ろうかなみたいなのはカメラマンさんとは結構考えてるかもしれない。なんか私は多分抜群に取れ高が少ないんで。なんで？コミュニケーションに振っちゃってる。そう、コミュニケーション振ってる部分が。全然いいじゃないですか。撮影会最初10分間ぐらいずっと座ってたりとか、もう最後もう撮り終わったやろって話そうやとか。ポーズ変えずに。もう撮り終わった後に。言われないですか、次こういうところで撮ろうとかこういうポーズしようとかは。あんま言われない。もう喋る。あ、まあまあ言われるけど、なんかもう2人とも空気で、お互いに空気で大体、あ、これもう終わったな話すかっていうとかもあります。人それぞれなんですけど。結構ね、次の質問でちょっと考えてたんですけども、撮影中の会話とかってやっぱりしてもらった方がいいですか？例えば最初に撮影会に参加する人とかってやっぱりちょっと会話が苦手だったりとか、僕もそうだったんですよ。一番最初に撮影会に参加した時に人見知りだったんで、もうその女性と2人一対一で喋るっていうのがものすごい苦手で、もうどういうふうに話していいかって分かんなかったんですよ。で、話してくれる方だったんでよかったんですけど、話してくれない方だったらどうしようとかって思うことがあって、そういうのってなんか判断したりします？この人話さないから自分から話そうとか、あんま話さないようにしようとか。私は自分が喋れるから、あんま人見知りしないんで、だから話してくれるカメラマンさんはなんか楽しく盛り上がるって感じで、なんか、あ、人見知りなのかなって思った時はなんか、あ、今のどんな感じですか、写真の話します。今撮った写真どんな感じですかみたいな感じの話します。そこからなんか、あ、今
なんか敵ですもんねとかなんか光いい具合ですよねとかそういう話したりします、うん、話しやすいとこから話したりします、うんうんそううん、なんかひたすら写真見てそのあまり喋らない人はもう、うん、えめっちゃすごいこんなん初めてですこんな綺麗に写ったのってもうとりあえずなんかこう空気を柔らかくしようと思ってやっぱ話してもらった方が撮られやすいあでもそうですね、表情は出ますよね、うん、いい空気感喋る喋らないというかいい空気感が大事かな、うん、なんか自然と笑えるから、うん、なんか話してくれた方がなんか、うん、なんて言うんだろう気を使う変に気を使わなくていいから、うん、なんかそこにかかる、ね、なんかあれがなくていいです、うんうん、あれがなくてねあれねあれ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 慣れてるカメラマンさんとかの方が、ねうんうんうん、やっぱいい写真多いのって多分そういうことだね、うんうんうん、そうですねやっぱ笑顔って話しかけて、うん、そこから引き出したものの方が一番自然ですもんね、うんうんうん、あっていうことですよ皆さん話しかけて笑顔を出せるようなちょっとトークを磨きながら写真も磨いて撮るっていうのがポートレートの極意なんじゃないですかね、うんうん、次の質問いきたいと思います、チャームポイントや好きなポージングとかってあります？例えばチャームポイントでここを撮ってほしいとか目を撮ってほしいとか、うん、なんだろうどこか自分のチャームポイントのところを撮ってほしいとか、うん、ありますいや自分のここを撮ってほしいっていうって思ったことはない。角度とかもないです、うん、例えば右とか左の顔の方とかないです。なんか半目とか明らかにブスじゃねっていう嫌 やけど、なんかそれさえ省いてくれればなんか作品のうちの一つって思ってるんで、カメラマンさんがこれが自分の作品でとてもいい写真が撮れたって思ってくれたらそれで OK だと私は思ってるから、その中に自分が溶け込む感じ、すごい素晴らしいですね。でしょ、鏡ですよねモデルの鏡です、本当、うん、すごい、うんうん、ありがとうございます。カメラマンさんに言われます、こっちが利き顔だねって。あそう言われます。私は多分こっち側なんですよね、うん、で食べ物は多分こっち側で噛むのか、うん、こっちの方が多分らしいですね。なんか噛む方が利き顔になるんですよ。だからよくこう自撮り撮る時も多分私はこっちからの方が多くて、うん、なんかこうね、あのツイッターのメディア欄とか見ると全部こっちの方が同じ角度からの写真 で、たまに挑戦して別の角度から撮るけど、なんか納得できないみたいな、これじゃないみたいな、あれめちゃめちゃわかります。利き顔とかもね、やっぱみんなカメラマンさんの方が気にしそうじゃないですか。モデルがっていうか、やっぱカメラマンさんが綺麗に写したい、やっぱ写してくれるから利き顔になっちゃう。じゃあ次の質問いきたいと思います。好きな異性のタイプとか、まあ、もしくは、こういうカメラマンさんに撮ってもらったら嬉しいとかってありますか？褒めてくれたら嬉しい。ああそうね、確かに。なんか、うんうん、あと撮るよっていう最初の一声があって、なんかいいですね。その多分チェックして一生懸命してくれるんですけど、うん、撮ろうとしてるのか撮る準備してるのか分かんないからずっとそうポーズ。大事ですよね。あとちゃんとあここの角度がいいねとかそういうこと教えてくれる人がすごいありがたい。こういう、こういう写りしたらすごいもっと可愛く写るねとか、こういう表情が似合ってるよとか、ちゃんと見てくれてるんだなっていうのがすごい伝わって、一緒にね作品作ってる感じがして、ああなるほどですね。あ一緒にやってる感じがやっぱりそうですね、なんかモチベーション上がります、うん、片方だけのなんかこうやってる感じじゃなくて、うん、両方でやってる感の方が、うん、撮ってて楽しいそうですね、はい、っていうことですよ、うん、皆さんも、はい、よくコミュニケーション取りながらコミュニケーション本当に、ね、大事だと思います。撮影してみていただけると、うんうん、あのモデルさんに好かれるみたいなぜひ頑張ってみてください。はい、続いてですね、ちょっと苦手な、まあ、異性のタイプというか、うんまあ、もしくはちょっとこういうカメラマンさんが苦手だったとかっていうのはありますか？うん、苦手だった。なんか写真ずっと撮ってて、うん、
どんな写真撮ってるか見せてくれない人。ああずーっと確認ができない。そう、だからどの角度でなんかダメなもの写ってないかなとかも確認できないし、髪型とかも結局ね、うんうん、写真撮ってる間にこう鏡見るわけにもいかないから、大体のカメラマンさんがこんな感じって言って見せてくれて、うん、あれ髪崩れとるやんみたいなことになることも多いから、それであんまこう見せてくれない人は結構不安になります。うん、大丈夫、大丈夫、何撮ってるかが分かんないから、そうそうそう、どこどこどれみたいな、うん、こう撮っててもアップになってるかもしれないしとかね、そうそうそう、考えちゃう。どういう写真を撮ってるかの、うん、あ、ごめん大丈夫です。どういう写真を撮ってるかの共有ができた方がやっぱいい。うん、すごいですね、うん、それこそ一緒に作ってる感があるので、じゃあいいですか。あのコスプレでは結構あるあるなのかもしれないんですけど、はい、共有されるポーズとかあったりするんですよ。共有のやってみたいな、あ、リクエストみたいな。そうです、それがちょっとあの苦手なもの、ローアングルとか、うん、あちょっとセクシーなものとかがあったりすると、うん、そういう時はちょっと嫌な時とかもあったりもしますね。カメラマンさんとしてはちょっと難しいですね。そういうことをやってくれる人もいれば、うん、してくれない人もいるの、うん、と思うんですよ、うん、そこの見分けってなんかどうしたらいいとかになりますね。撮影会で結構雰囲気が違うので、ね、写真とか見てたら分かりますよね。うん、あ、そこの撮影会の写真の雰囲気見てっていう感じですかね。多分そういう見分け方なんじゃないかなと思うんですけど、コスプレがね多いとかいう、そういう撮影会もあるはあるんで、うんうんうん、なんか水着とかランジェリーが多い撮影会とか、うんうん、逆に私服で行ったら私服の方がなんか浮いちゃうような撮影会とかやっぱ中にはあるんで、そういうのが撮りたい、うんうん、そういう撮影会に行くのが多分一番いい、うんうん、撮影会選びも結構大事かもしれない、うんうん、カメラマン、じゃあカメラマンさん探すときは撮影会のまあホームページとか、うんうん、そういうところ、うんうん、SNS とか見てもらって、うんうん、まあ、どういう写真を撮れるのかっていうところを確認してから行ってもらうのが一番いいってことですね。なるほど、そういうことらしいですよ、はいはい、気をつけてください。気をつけてください。個人的にいいですか。個人的にどういうことですか。個人的になんですけど、はい、私、うん、帽子かぶってて、はい、メガネかけてて、うん、白いシャツ着て、うん、紺のズボン着てる人がいる。わしやないかわしやねん。どうですか。やめ、決まりました。用意しとるの内緒やからね。まんまですよ。まんま。ありがとうございます。打ち合わせ通りにやっていただきたい。もう来ないかなと思って。一瞬の間が。次の質問なんですけど、被写体モデルって、まあ、どうしたらできるって最初の質問にちょっと近いんですけどね、うん、でもみんな声かけられてる、声かけられてる、そうですね、やりたいってなったら、うん、まあ、いっぱいあるから、うん、そう撮影会の、ねうんうん、会社っていうか、うん、そういっぱいあるから、うん、SNS はやってた方が、うん、SNS は絶対にやった方がいいですね、うん、絶対です。例えば、うんまあ、そういった、ベレッツさんだったら、ベレッツさんのところに、なんか例えば DM を送ったりとかしても、うん、いいんじゃないですか。他のところもそんな感じですかね。結構多いです。書いてるところは、なんかモデル募集って書いてる、なんか撮影会の、なんていうんだ、団体会社ありますね、そういうみたいなのがやっぱあるんで、そういうところは、SNS とか、ね、今は大事なんで、基本、どこも募集してますよね。そうですね、なんかあんまりないですよ ね、 あ、そしたら、まあ、その SNS とか、まあ、ホームページとか見てもらって、うんまあ、そこが、まあ、大丈夫なところ、うん、大丈夫なところ、うんうん、なんかこうしっかりしたような撮影会かどうかっていうのを、まあ、判断してもらって、うんまあ、そこに、まあ、DM を送るなりなんかアクションを起こして、モデルになってもらうっていうのが一番いいのかな、うんそうですかね。例えばモデルさんの知り合いとかいったら紹介してもらったりとか。あ、それはね、一番早い。一番早い、紹介が一番早い、うん。一緒に出るとか結構、だから友達を一緒に連れて行ってもいいですかとか、はいはいうんね。見たこと全然ありますよね。友達みたいな。うん、なるほどですね。うん、じゃあそういう人がいたら紹介してもらったりとか、うんまあ、自分からそういったアクションを起こして DM を送ってみたりとかですね、うんまあ、ちょっとしてみたい。男性の方とかも
募集してたりとかするんですよ。今日なんか男性の方もいらっしゃいましたね。あ、いらっしゃいました。でも結構珍しい、うん、やっぱあんまり会ったことがなくて、多い、うん、でも男性の方は埋まってましたよね、言われて、うん、そうですね、うん、すごい。ってどうなんですかね、周りが女の子でも最近そのカメラ女子みたいな方もいらっしゃるから、そうなるとやっぱこう男性とかの方が撮りたいと思うのかなと思うんですけど、ですよね、うん、だから男性の方もまあやってみてもいいのかなっていうところ、うんうん、まあ、あのやってみたい方はぜひあのベレッサさんでもですね、うん、送ってもらえればと思っております。はい、で最後なんですけども、被写体モデルをやって良かったことって何かありますか？なんか自分の良さが分かるというか、うんうん、今まで知らなかった良さが見つかったりしました、うんうん、結構なんだろう、笑顔がいいねとか、うんうんうん、なんだろう、その何ですかね、今まで自分には思ってなかったことが結構いろんな部分で見えてくるのが、うんうん、この被写体のモデルですごい感じられたことですね。コミュ力上がりますよね。あコミュ力は上がる気がします。本当に一対一で話したりしますからね、被写体面でしたね。個人撮影とかになると一対一になるので、こう撮影の中でこういろいろな会話をすると結構あの、まあ、仕事とかでも、うんうん、まあこういろいろ自分から積極的にこう話しかけることができるようにはなりましたね、うんうんうん、あとなんか相手がどういうふうな要求をしているかっていうのも察知しながらっていうのもありますもんね。ありますね。いろんな表情が作れるようになったら、やっぱ舞台出てるんで表情ってすごい大事になってくるんで、なんかああいう表情なんか撮影会でしたなとか、うんうん、結構考えたりとかするときあります。なんかその別の本業の役者の仕事とこうリンクするところがあるっていうか、うん、あとやっぱ知名度っていうかやっぱ知ってもらうことが多いのし、その SNS に上げる写真があるってすごい、これ見て、なんか自撮りとやっぱまた違うんで、なんかその撮影のデータってすごいやっぱ芸能してると貴重なんですよ、うん、そういうの上げれるっていうのもあるし、やっぱそこからカメラマンさん自体でいろいろしていただけたりとかもするから、そういうところは良かったなと思います、うんうん、カメラって皆さん持ってます？持ってます。持ってないです。じゃあやっぱり撮ってもらった方が綺麗な写真っていう感じですよね、うんうん、持ってるの何持ってます？一眼は、キヤノンのキスシリーズの一番最初のなんか本当初心者向けの機械みたいで、それを自分がコスプレをやってるから他の人のコスプレも撮りたいっていうので私は買ったんですよね。うん、でも人物は結構難しくて、どうしても、うん、キャノンの、まあ、キッシュというか機械自体はなんかこう人物に向いてるっていうのを聞いてそれを買いましたね。あとはなんか普段応援してくださってる方たちがいて、やっぱ直接こうお会いして話せる機会っていうのがあんまりないから、そういうのでこう会いに来てくれて直接しっかりお話しできるのはやっぱ撮影会ぐらいなので、すごいそれは嬉しいし、なんだろう、なんかこれからまた頑張ろうっていう励みにもなるほどですね、直接ね、はい、会うからですね、はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっと10の質問をさせていただきました。はい、今回ですね、まあ、こちらの、ベレッツァ撮影会さんの方にお邪魔して、まあ、この後ちょっとですね撮影もやらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっとコミュニケーション取りながらやります。お願いします。お手柔らかにお願いいたします。はい、興味ある方はぜひ見ていただいて、あのアクションを起こしていただいたらと思います。まあ、よかったらですね、あの撮影会の方にも来ていただいて、結構福岡で、はい、撮影会に参加されている方も見ていただいているんですよ。で、この間 YouTube 尾形さんのと、はい、上げた時に、あ、私も行きました、その撮影会にっていう方もコメントでもらったりとかしたので、取りに来てくださったことあります。あ、違う方、あれ知り合いの方なんだっけですか。あ、そうそう、知り合いの方、女性の方、うん、そうですね、なのでその時はあの皆さんちょっと一言、あの YouTube 見てきましたと言っていただければ、うん、あの対応が優しくなるかと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあこの後ちょっと撮影もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。
こんにちは、小畑佳子です。今回福岡県田川郡河原町を舞台にした連続ドラマ CM 遥かの日常に、主演の高野遥で出演させていただくことになりました。すでに予告編は配信済みです。本編は、今月7月の27日火曜日から1年かけて毎月第4火曜日に配信される予定です。都会と地方で揺れ動く遥が現代の若者代表として大活躍するリアルな胸キュンフィクションドラマになっています。居場所を探す人生に遥は終止符を打てるのか、たくさんの方に見ていただきたい作品になっています。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。カイリンゴです。こうイベントとかもあんまりこう今のご時世ちょっとコスプレイベントっていうのも出れてないんですけど、落ち着いてから自分がコスプレイベントを開こうかなって思っていまして、場所だったりそういうところと話し合いをしている段階ですので、また詳しいことはツイッターに載せる形にはなりますけど、あの開催したら皆さんよかったら遊びに来てください。ありがとうございました。中藤鈴鹿です。7月29日から8月1日までキャナルシティ近くのポンプラザホールというところで、ほぼ子供という舞台があります。女性がいっぱい出る舞台で、 A キャスト B キャストってあるんですけど、私はどっちとも出るシングルキャストなので、あのいつ来ても私がいるので、ぜひ詳しくはツイッターを見てあの予約をしてくれたら嬉しいです。あともう一つあります。その直後なんですけど、8月の6日7日にあのアジビホールという川端にあるホールで、初恋村 in アジビホールという東京の芸人さんと一緒に福岡のタレントがコントをするイベントがあります。そちらにも出演させていただくので、ぜひこれもツイッターをチェックしていただいて遊びに来てください。よろしくお願いします。バイバイ。こんにちは、月沢ゆりかです。この度7月29日から8月1日にキャナルシティ近くのポンプラザホールで開催されます、時を生きる主催のほぼ子供という舞台に出演することが決定しました。私はダブルキャストの B キャストとして出演しますので、7月30日の昼公演、8月1日のお昼と夜の2部公演に出演いたします。ご都合の合う方、ぜひ会場へ足を運んでくれると嬉しいです。よろしくお願いします。カット。はい、ありがとうございます。丸山静香です。ただいま丸山静香はソロシンガーとしての準備をしております。今後、ライブの、活動について、随時更新をさせていただきます。また、コスプレイヤーとしても今アニマルというコスプレイベントの公式コスプレイヤーとして活動させていただいております。そちらの方が7月の10日そして7月の24日もございます。そちらの方でコスプレだったりとか出演だったりとかさせていただく予定でございますので、よろしければ丸山静香のツイッターから、チェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。